今日のロジョライブ、これで、最後のステージにしたいと思いました。ちょっと久しぶりの曲なんですけど、大切な人に伝えるにはどんな言葉がぴったりなのかなって考えながら作った曲です。あなたへ伝えたい言葉という曲を聴いてください。言葉
ました。あなたに伝えたい言葉という曲をお届けしました。改めましてカホと申します。ピアノ弾き語り、シンガーソングライター、カホと申します。名前だけでもね覚えていっていただければと思いますので、よろしくお願いします。